1 3 0に大阪市交通局1301軽電車はかつて大阪市交通局が保有していた路面電車車両で当初は半海電鉄の101系103から106として1943年に製造された車両である。1301系の前身となる半海電鉄101系103から106は千字造産で沿線にある造船所への通勤客が 増加したため、1943年に、梅鉢鉄工所で4両が製造された。この車両の登場により、1929年製の103から106は113から116に改版された。車体は、窓配置は D5D5D で、先に登場していた201型と同じく2段上昇窓を採用したが、車体は戦時下での製造のためか、 車体の曲線を排した直線的な車体で、また窓位置を低くしたために、幕板が広がり、やや鈍重な印象を受ける車体となっている。台車はブリル 77E-1 台車を採用し、モーターは定格3 0ットのものを2機搭載していた。阪海電鉄が1944年3月末に、大阪市交通局に買収された後、103から106は、 同年9月2日付で1301系の1301から1304に改版された。繊細にも合わずに、戦後も4両前車健在だったが、他の半海電鉄からの買収車同様、終電装置がビューゲル化された程度で後部扉の締め切り工事も行われることもなく、1959年9月30日付で2601系の2699から2702に、 更新改造され、形式消滅した。ありがとうございます。